始まりましたキャプテン本田康人チャンネルでございます。このチャンネルは元日本代表の本田康人さんがゲストをお招きして対談していく番組となっております。ということで本田さん今日も始まりました。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあ早速ですね、今回のゲスト前回に引き続き、元日本代表の小村典生さんをお招きしております。はい、おむちゃん今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、前回はね、話がもう脱線しまくって、ね、テーマとは違う話がたくさんしましたけど、まあ、今日もちょっと脱線するかもしれませんけど、うん、まあ、いろいろ楽しく話せればなと思います。佐々木さん、今回のテーマは何でしょうか？今回の動画のテーマは、元日本代表ディフェンダーが期待する将来の日本を守る選手、マルセンということで、あ、将来の日本を守るディフェンダー、これちょっと一人ずつオムちゃんに名前を挙げてもらって、うん、その選手はどういう選手なのか、どういうとこを期待してるのかみたいなね、話をちょっと聞いていこうかな。はいはい、現代表選手でもいいんだよね。まあ、全然いいと思います、うん、もう期待してる選手であれば、まあ、じゃあ早速一人目言ってもらいましょうか。まあ、これはもう今も現代表選手でね、もう中心的な選手だけど、うん、まあ、富安選手ね。あ、まあ、この選手はもう本当に、なんていうかな、まあ、海外行って、また経験積ん で、吉田選手とね、一緒にプレーして、まあ、本当にこう、これからの日本代表を、まあ、間違いなく、まあ、あと10年くらいは、もうポジションに居続ける選手で間違いないと思うんですね。まあ、今、イタリアでプレーして、サイドバックを中心にね、今季はやってましたけどね、なんか来季はなんかセンターバックで、まあ、うん、っていう風になんか言われてるみたいで、まあ、そこまでたくさんこうプレーを見てるわけじゃないんだけど、うんうんうん、まあ、日本代表の試合とかも見てるとやっぱりセンターバックでやってほしい選手だし、うん、でサイドバックでやってる、あの、まあ、左でやってるっていうことは、まあ、それがやっぱり絶対センターバックとしても生きるので、例えばいろんな状況の中でサイドバックだったり、スリーバックだったらこう、ね、ボールを持ち出していかなきゃいけないだろうし、そうするとやっぱりサイドバック的要素も兼ね備えなきゃいけないだろうし、で今だったらもうスリーバックの、まあ、サイドのセンターバックがこう中に入ってね、ボールを受けたりとか、中盤でさばくとか、センターバックでもいろんなこう役割が必要とされていくので、まあ、絶対これがいい経験になるし、まあ、本当にこの選手が怪我されたらもう困るなって。そうだね、うん、まだね、だって若いじゃんね。若いですよね。22とか1とか2、うん、多分、ね、ちょっとごめんなさい、まあ、年齢はね、そこまで多分それじゃない、福岡なんだよ。うん、そう、福岡でもプレーしてたでしょ、うん、してたしてた、福岡出身で、うん、やっぱり、まあ、俺のイメージ的には攻撃的なセンターバックかなっていうイメージはあるね、うんうん、そうだね。で、守備のところもやっぱり攻撃的というか、うん、私が好きなのは、なんかこう、来ました、はい、ボール取りましたじゃなくて、うん、こう自分からこうボールを奪っていく選手、攻撃的な、でちょっとでもチャンスがあったりとか、うんうん、相手にボールを触らせないでボールを奪うとか、うん、そういう選手が大好きだし、でそういう、こう攻撃的なところを持った選手だからすごくいいと思うし。そうね、なんか、見てるとなんか欠点を探す方がもうちょっと難しいかなっていうちょっと印象は俺の中ではあるね。ボール奪取能力もあるし、前にも強い、なんかスピードもあるから代わりにも能力もあって、ちょっと後ろにも強い、高さもありっていうところで、センターバックのね、必要な要素ってほぼほぼ持ってんじゃないかなっていう印象は強いな。そうで、私が考えるには、こう日本がもっとこう上のレベル、まあ、ワールドカップで、うん、まあ、本当にこう準決勝とか決勝までね、うん、行くようになるには、自分たちでこうリトリートして守るっていうよりは、うん、ちょっとオープンな試合になったとしても、スペースがあったとしても、ここで守れる選手が後ろにいることで、前の選手がもっとこう攻撃に時間を割ける、そういう選手がやっぱ必要だと思うんです。でそのやっぱこう対人能力で、みんながこう横に10メートルから15メートル近くにいるから守れるんじゃなくて、いなくても守れるという選手が本当にこれから必要だと思うん で、しかもやっぱりフィールド能力取るだけじゃなくて、しっかりとこうビルドアップできるし、で相手が守られててもしっかりとこうくさびのボールをこう入れる選手、そういう選手がやっぱりこれから活躍してほしいなと思うね。そういう要素を持った選手だもんね。僕がこう、まあ、マリノスにいたところなんかは、うん、どちらかというとこう、まあ、それにちょっと近いところがあって、うん、攻めるけど守りはここで守ってよみたいなところがちょっとあった、うんうんうん、それでもやっぱり守らなければいけなかったので、うん、でそういう選手がいると、やっぱり、まあ、去年のマリノスだとそのチアゴ・マルティンスっていう選手がいて、うん、後ろの背後すごくハイラインでプレーしてるんだけど、うん、背後のところをここで守ってるから、うん、守備のこのほころびが出ないで優勝したっていうのがあるんですよ。そうだね、あの選手がいるだけでね、あれだけラインを保てるんだからね。そう
だからああいう選手がいるっていうのはやっぱりすごい必要だと思う。だから、まあ、もっともっと世界でねワールドカップで上に行くにはやっぱこうで守れる選手が必要だと。ちょっとこう不利な状況とかでもね、うん、しっかりと自分のボールにしてマイボールにすると、それが何回か来たとしても守ると、それがこうやっぱり安心感っていうのが出てくる。そうだよね、多少やられてって言っても、うんうんうん、まあ、守ってくれるだろうっていう。でももう日本のサッカーってやっぱこう組織でっていうのも強みの一つなんだけど、まあ、そこだけではまあ1ランク2ランク上行くにはやっぱこの能力が必要ってことだよね、うん、そういうことだと思いますね。なるほど、じゃあ2人目。まあ最初にね、富谷選手の話をして、うんうん、基本的には私が望んでるのはそういうことなんですね。ここで守れると、フィードができると、うんうんうん、いうことを考えると、実際選手でいうと、まあ、本当に今も代表に入ってるガンバの三浦選手とかマリノスの畑中選手とか、うん、板倉選手、板倉で身長もあって体も強くて守れてフィードもできると、このあたりもやっぱりこう吉田選手に代わって入る候補なのかなって。なるほど、ちょっとこう何人か挙げちゃったんだけど、うんうんうん、まあ、この中で、まあ、もう一つのポジション、オーバックだったら、もうセンターバックのもう一人のところ、入ってほしいなっていう思う選手。なんかその、ね、普通に挙げた共通点は、なんかあれだね、身長もあって、うん、ビルドアップができる選手と共通してるのかな。まあ、今、ビルドアップできないとなかなかね、そうですね、厳しいからね。まあ、やっぱりこう、みんなで、まあ、組織的に守備したりとか、うん、こうチームで意図的にこうボール奪いに行くじゃないですか、うん、そういうとこかわせるっていうのは、やっぱ個でかわせたりとか、うん、フィードとかの精度っていうのは、すごく関わってくるんで、そういうとこだなって思うんですよね。で、体もやっぱ強くないとダメだし、そうだね、もう今ね、海外もすごいでかくて、強い選手が多いから、うん、それに負けない選手。そうか、今、何人挙げた？まとめて今ね3人ぐらいでまだまだいるんですよ。これとそのまま3人が、まあ、ある程度共通しているちょっと似てるタイプではあるってことね、うん、まあ現代表にも入ってるから、うんうん、なるほど、経験的にはこれから順調にいけば、うんうん、まあ、誰かがレギュラーポジションになるのかね、うん、板倉選手だから、まあ、ボランチとかもできるからできるね、うんうん、全然いいと思うんだけど。なるほど、まあ、板倉に関しては今海外そうですね挑戦中だからね、まあ、経験もねちょっと豊富になってくるだろうしね、うん、その他あります？はい、これ名前ちょっと選んでたら、うん、ルーツがだんだんこう出てきて、あと2人挙げるとすると、うんうん、中山選手か、うん、左利きの、うん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 、この選手とか、もともとボランチの選手なんだけど、うんうん、柏でセンターバックやって、中谷と中山でセンターバックやってて、うんうん、すごくフィード能力が高くて、うんうん、高いね、で体も大きくて、でまあ、ちょっとそれも強さがちょっとどうかなっていうのが、ね、そうだね、あったんだけど、うんうん、でも、もうなんかセンターバック像が僕の気に入る感じだったので、ね、なるほど、そうか、だから、そういうタイプがこう好むというか。そうで、もう一人挙げると、うん、そのあの柏にするから、今 J2 でレンタルでこう福岡の上島選手っていうのセンターバック、その人もフィード能力が高いんですよ。今度見てみよう、その選手知らない。フィード能力が高くて体も強くて、うんうん、このパスの選手すごく見えてる、遠くも見えてるし、まあまあ柏ではなくて今レンタルでちょっと出てる、うん、すごくいい選手 で中山選手もそうだけど、上島選手も柏出身なの。柏は育成すごく輩出してるね。そうなんです。で、まあ、仕事柄ちょっと J2 を見ることが多くて。なるほど、うん、で新潟に田上っていう選手もいるんですよ、うんうんうん、センターバックで。この選手も柏から来てる。柏すごいね。結構みんな体は大きくて、基本そのテクニックがあるっていうのも、ここね、やっぱこう課題になってるその日本人のこう、キーパーもそうだけど大きくてビルドアップができて強さもありっていうね、センターバックがなかなか育ってない中で柏すごいね。柏すごい。まあ中山、左利きの中山選手はね、俺韓国のさ、あの下のカテゴリーでやってる時のプレーをよく見てたんだけど、その時はセンターバックだったのかな。やっぱこうフィード能力というかビルドアップする選手としてはもうね結構出来上がってたよね、若い時から、うん、ただやっぱこう強い選手に対してちょっと弱さがあるなっていう印象を受けてたのが、今それもね、まあボランチもやってるからなんだろうけど、結構強さも今ねできてきてるから、ちょっと楽しみだなとは思うね。多分テクニックとかフィールドとかで言ったらもうほぼねいいんですよ、みんな。だけどその体の強さっていうところの部分だけなんですよね、うん、なるほど。だからここはもう本当にこう経験していって体強くしていって、うん、年齢が上がってくれば
当然ね、強くなるし。やっぱさ、体強くないとなかなか、この上行けば行くほど、そこ一番大変じゃない。いや、そうですよ。体強くてフィードがダメだったら、ちょっとこう、うん、まあ後戻りできないっていうか、わかんない。まあ、そうそうね、確かに。それも誰かに任せるしかなくなっちゃうから、うん、自分でやらなきゃいけないプレーなのに、それを求められてる今時代になっている中でちょっとできないっていうのはちょっとね、うん、この時代に合ってないのかもしれないね。まあ2つ兼ね備えてるのが一番いいんだけど、うんうん、もちろんもちろん、うん、フィードができるんだけど体の方がまだその可能性としたら、うん、そうだね、経験とか、まあ、トレーニングを含めて強くはできる要素はあるよね。あと体の大きさってね、そんなにもう大人になったら変わらない、うん、そうだね、そうだね、うん、あの身長の高さとかうん、いうものはそんなに変えられないから、変えられるある程度しっかりとって、うん、体もしっかりと強くて、うん、そこで強さをもっとたくましくいけば、うんまあ、試合を経験積んで強くなればいけんじゃないかなって個人的には思ってるんだけど。なるほど。やっぱ選手 めっちゃ多いんですよ。あ、まあ上げればね、たくさんいるってことね。まあ最近のボランチはそういう選手がいないなって、後ろとの連携で例えばもうそこに食いついていく選手が多いだけで、まあ、マークに、うん、例えばそれ行くだけじゃなくて別にパス出させてもいいっていうところあるじゃん。もうセンターバックが狙ってるからそこはいいよっ って例えば右切ったりとか左切ったりとか、うん、別にそこにこうやって行くんじゃなくて状況に応じてそのポジション行くか行かないか、あ、ポジションをどこに取るかっていうのを考えるってほしいんだよね、うん、俺はそうやって常に考えてたから。でセンターバックにもよるなら全然これで大丈夫だろって言って出たら普通にやられてってるっていうセンターバックも、まあ、いるじゃない。いやいや、俺はこういう意図でこのポジション取ってたんだけどそこ違ったんだみたいな感覚あるよね。あるよね。違うんかいみたいな、うん、でそういう選手にはちょっとまた違うポジションを出させないようなポジションだとか、そこで修正するんだ。それ俺それもこれは多分もう自分の感覚、コミュニケーション取っても多分厳しいのかなって、自分がセンターバックのこういうポジションを取ってるってことは多分違うんだなって思うからっていう、もう自分のその判断でね。だってあの奥の選手なんてさ、そんなにこう身長が高いわけでもないね、体がそんなに強いわけでもないけど、あれだけのねやっぱりアントラーズのセンターバックを張ってるってことはそれなりのやっぱり理由があるから、まあ、今言った安が言ったようなそのサッカーのまあ知識とかそのピッチの中で表現できる力っていうのは、うん、そうだね。あの今話してたもんね、日本を守るね、期待する守る選手、なんかそういうサッカー IQ もちょっとこうレベルを上げてってほしいなっていう。だからまあオブンちゃんはどっちかというと IQ で言ってるのは俺は知ってるから、あのね最近の言葉だと IQ じゃなくて、ああそうなんだ、リテラシーって言葉があるんですよ。リテラシー、リテラシー、英語、サッカー IQ っていうのはサッカーを知ってる知識ですよね。知識だね、うん、うん、でリテラシーっていうのはこれを使いこなす。おー、だからサッカーリテラシーがある選手がすごい。そうなんだ。それをピッチの中で使いこなせない、表現しなきゃいけないからね。そう、だから最近ちょっとリテラシーっていう言葉を、今もうどんどん使われるようになってんの？あのなんかね言葉でね IQ リテラシーとかあるらしいんですよ最近、そのリテラシー。うーん、だからサッカーでもサッカー IQ じゃなくてサッカーリテラシーっていう言葉をうん、うん、ちょっと広めていこうかなって。リテラシーね、俺も使おう。 IQ とリテラシーをちょっと使い分けよう。使いこなすっていう。なるほど、ちょっと真面目な。いやいやいや、それはいい勉強になったね。へえ、リテラシー、リテラシー、これもある人サッカーの話してたら、まあ、IQ の話をしたらリテラシーって言葉の方がしっくりくるかもしれない。なるほどなるほど、と言われて、うん、まあ、だから理解してるだけではダメで、表現、その行動に移さなきゃいけない、できなきゃいけないっていうことで、うん、リテラシー。だってまあ俺とかおみちゃんはそのリテラシーできてたわけよ。使いこなしてた。使いこなしてたでしょ、リテラシーをね。よし、リテラシー。もちろん知ってるのもたくさん知ってるけどね。うん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 。そうだね。そういう選手が増えてきてほしいね。そうだね。どっちかというと、うん、昔の選手の方が、リテラシーっていう要素は持ってる選手が多かったんじゃないかなって今俺思う。今もうなんかこうある程度戦術がなんかシステマチックに決まってるところが、ここのなんか応用力っていうかそういうところもあるかもしれないですね。そうね、だから昔で言うとさ、うん、言われたことに対してというか、まあ言われなかった、うん、教え込まれなかったから自分で考えてるから、そういう指導者って少なかったから、だからこう IQ っていうかサッカーをこう自分で勉強、自分で体感して自分で行動に移してたわけじゃない。
最近の選手、若い選手っていうのは指導者がもちろん理解を持った指導者が多いからこそ、なんか自分で考えて行動するって選手が少なくなってる感じがするんだよね。ある程度こうパターン化じゃないけどね、うん、そう、戦術も含めてこれを叩き込んでこれをやろうっていう練習をするから余計考えなくて、やっぱシンプルに考えられてるっていう環境でもあると思う、うん、ただそれだけでは俺ね、もう一個上にはいけないんじゃないかなと思う。だからやっぱ自分で考えて、監督が例えばピッチでこういうことやろうって言った時でも、ピッチ上で起きたことってピッチ上の人間でしか変えられないと思うから、そうですね、監督はこう言ってもピッチ上で、ね、ちょっとだけこう修正してその中でこう変えるっていうのも俺必要なんじゃないか。ボムちゃんは今あれ解説とか。そうですね、解説もちょろっとやらせてもらってるし、指導の方もちょっと、指導のね、ちょっとこのコロナ禍で大変な時期だけどね、ちょっとお互いちょっと踏ん張って、うん、また育成も含めてね、指導頑張ってみましょう。脱線しまくりでしたけど、いい、まあ、いい話が聞けたんじゃないかなと。佐々木さん、こんな感じでいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、前回今回とまあ続いてみたいですね。非常に面白い雰囲気でお話ししていただけたと思いますので、見ていただく方もきっと楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。まあ、オムちゃんもねよく喋りますからね、時間が足りませんよ。ちょっとまたオムちゃん、あの出演お願いします。はいはい、ぜひぜひ、はい、OK、はい、ということで、はい、やっぱりお話が止まらない回となりました。はい、はい、きっと楽しんでいただけてると思いますので、はい、ぜひぜひまた今度機会を設けたいと、はいね、はい、またちょっとなんか出てきてた99年からだったりとかの皆さん揃えての企画とかもいつかできたらな。そうね、できたらいいね。話聞いて思いましたので、はい、企画の方練っていこうと思います。今回はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。